大丈夫でござるか。話しかけても何の反応も示さないんだよ。一週間お仕置きがいただけないだけで、人間とはこうなってしまうものでござるか。お仕置き、お仕置き、お仕置き。6時半の夕食までには帰ってこいよ。帰ってこなければ脱獄とみなすからな。いいんですか？俺最近特に何もしてないんすけど。なんだ貴様、外出したくないのか？いや、喜んで外出させていただきます。お仕置き。かわいそうなアンドレ、なんで副会長はアンドレにだけお仕置きをしないんだ。それにしても最近妙なことが多すぎるような。シンゴ。なんだよ、急に声かけんなよ。悪い。あのさ、お前最近副会長とよく一緒にいるけど大丈夫か？はぁ、何の話だよ。いや、何もされてなきゃいいんだけどさ、この頃裏生徒会の動きがちょっと変だなと思って。それでもし奴らに何かされてんなら言ってくれよ。俺力になるからさ。シンゴ、監視室に来い。はい。6時半には余裕で戻れるな。はい。何ぼーっとしてんの？いや、別に。私のも持ってて。前失礼します。やべえ。楽しみだな、怒りのブドウ。だな。どんな風にブドウが人を襲うんだろうな。何、あんたビビってんじゃないの？ビビってねえよ、あんずこそ。始まるよ。本日はこれよりバリケードの入り口の補修をしてもらう。おや、こんなところで部活動ですか？あ、うん、今日は天気がいいから外で打ってるの。風流でよろしいですね。では。はい。これそんなに立て付け悪いか？アンドレ殿は今日も風呂に入らないでござるか。ああ、声かけたんだけど、また部屋の隅に座り込んでるよ。副会長にバレないかヒヤヒヤしたよ。協力ありがとね、あゆみ。ちゃんと伝わったかな、メッセージ？大丈夫。一瞬だけどアイコンタクト取った時に手応えを感じたの。滝田イオンガウシック、一体どういう意味なんだ？お仕置き、うちの妻だ。お仕置き。アンドレ、お仕置きだよ。アンドレ、お仕置きだよ。アンドレ。ねえ、この映画つまんなくない？そうね。もう外出ちゃおうよ。ねえ、まだ時間大丈夫でしょ？あと1時間ちょい。どこ行く？店入ろうぜ、俺がおごるよ。いいよ、無理しないで。あっちに公園あるからさ、そこ行こうよ。アンドレ、お仕置きだよ。アンドレ、お仕置きだよ。副会長、お仕置きをください、副会長。そんな。なんで僕の日記が？いつものように部屋の隅でいじけていると、どこからともなくお仕置きだよって声が聞こえてきた。声の方へ近づいていくと、副会長の立て感があるだけでがっくり。これはついさっきの出来事が。看守部屋の奥のドアが開いていて、そのドアの向こうにはなんと副会長がいた。僕はやっとたっぷりとお仕置きを受けられたんだ。あのドアの向こうに行けば。清志殿、何か悩み事でござるか？あのさ、滝田イオンガウシックって意味わかる？は？なんでござる、それは復活の呪文でござるか？いや、こう書いてあったんだよ。これはなんと不吉な。え？これは縦読みでござる。男子、今日、大学。
退学ってどういうことだよ。なんで急にそんな話になるのでござる。もしかして最近俺たちの周りで起こった事件、あれが全て俺たちを退学に追い込むために仕組まれていたとしたら。仕組むって誰が。そんなの裏生徒会しかないだろう。ハトレ、本物の副会長だ。ハトレ、ギュッシュロー、こっちでござる。誰が貴様のお母さんだって。アンドレ、貴様にはきついお仕置きが必要だ。お母さん、うかがいよ。貴様、またしてもうっかりお母さんを。お仕置きよ。どうした、届かんぞ。それでは仕置きができんだろう。俺どうした。待ってくれ。やめろ。ダメでござる。この豚野郎。ありがとうございます。脱獄だ。そんな脱獄なんて。おとなしくしてろ。ハンドレ、キヨシ殿、これをニッパーか何かで切れ込みを入れたような跡が。やられた。裏生徒会にはめられた。うまくいきましたね。はい、パツンパツンの制服にまさかこのような使い方があったとは。精神的に追い込まれたアンドレを最高潮に興奮させ、バリケードを突き破らせる。会長の計画通りです。パツンパツンの制服をよく我慢してくれました。とんでもありません。あとは犬の帰りを待つだけですわ。怒りのブドウってホラーじゃなかったね。ぶっちゃけ俺30分もしないうちに寝ちゃったよ。早すぎだろ。私は頑張って起きてたってのに。マジごめん。もう、幸せだ。幸せすぎるだろう。てかこの流れならいけるんじゃね。今以上の幸せ、つまり中ぐらいいけるんじゃ。怖っ。え、何怒ってんの。すごく怖い顔してたよ。怒んねえよ。むしろすげえ嬉しいし。え、嬉しい。あ、いや、なんで嬉しいのにあんな顔すんのよ。ほっぺつねられるとあんな顔になるんだよ。本当？じゃあ私のほっぺつねってみてよ。え、どう、怖い顔になってる。何よ、なんか言ってよ。もう見てらんねえ。何やってんだよ、砂なんか投げて。目に入ったら危ないだろ。いいんだよ、だってこいつが悪いんだもん。抜け駆けして上司と遊んだんだからさ。別にいいじゃねえか、それくらいよ。ダメだよ、女子と遊ばないってルールで決まってんだから。裏切り者。やめろって言ってんだろ。どなって悪かったよ。でもこんなやり方でいじめるなんて男らしくねえぞ。友達だったら許してやるよ。何すんだ。みんなをいじめるな。行こうみんな。子供って勝手だね。でも結局は良かったんじゃない。仲直りできたみたいだし。慎吾やるじゃん、ちゃんと注意して。かっこよかったよ。友達なら許してやれよ。俺は全然許してやれなかったくせにな。え、何？どうしたの？俺本当は副会長にみんなの情報を売る見返りに外出させてもらってたんだ。みんなが刑務作業してんのに俺だけゲーセン行ってあんつと遊んで。最低だよ。これは立派な脱獄です。あんたたちがおびき出したんじゃないか。あなた方も見ていたでしょ。アンドレは自分から出てきたんですよ。みんなごめん。キヨシに続いてこれで脱獄は2回目。裏生徒会規約によりあなたたちの刑期は3ヶ月の延長となります。つまんない話してごめん。まだ早いけど学校戻るわ。みんなに謝りたいし。
これ以上格好悪くなりたくないしな。ごめん、シンゴ。私、シンゴに謝らなきゃいけないことがあるの。え？そういえばシンゴは6時半までに戻ってこいと言ってあるのだが、帰りが遅いな。1分1秒でも遅れたら脱獄になるということも伝えてあるのだが。まさかシンゴにも罠を一体どこをほっつき歩いているのやら。あなた、今のポジションには満足？はい。親衛隊長として裏生徒会のサポートをさせていただけるなんて大変光栄に思っています。ハンズさん、来期の役員ポストに興味はなくって？そんな、私なんかが。ハンズさん、あなたにある仕事を頼みたいの。それがもし成功したら、あなたを推薦しますわ。そこでシンゴと学校の外で仲良くなるように言われたの。マジかよ。全ては今日のため。シンゴをここに足止めして、時間通りに学園に戻れないようにすれば、男子は3回目の脱獄を犯したことで全員退学になるの。退学？裏生徒会が仕組んだのよ。もう時間がないわ、早く戻って。なんかよくわかんないけど、わかった、走って帰れば余裕。違うわ、30分遅れてるの。私が映画館で遅らせたのよ。じゃあ今って。6時25分だ。あと5分、もう時間がないでござる。そんな、俺たち終わったな。きっと来る、シンゴは時間通りにきっと戻ってくる。何を根拠に。信じるしかないだろう。信じて、シンゴを待つしかないんだ。あと4分になったぞ、貴様らが退学になるまでな。残念だったな。夏には臨海学校があって、キャンプファイヤーやバーベキューをしたり、濡れ T シャツコンテストをしたり、それはそれは楽しいことが。濡れ T シャツコンテスト。いや、シンゴ君はきっと戻ってくる。信じるしかないでござる。信じよう。みんな届けよう、俺たちの思いを。シンゴー、帰ってこい。シンゴー、シンゴー、叫ぶな、静かにしていろ。シンゴだろ、帰ってこいでござる。貴様ら。会長、好きにさせておきなさい。アンズが足止めしている限り、犬がここに戻ることはありませんからね。おい、大丈夫か？大丈夫です。こけただけで当たってないんで。そんなことより、今何時ですか？は？叫べ叫べ叫ぶがいい。あと1分で、以前のような平穏な学園生活が戻ってきますね。おっさん、ありがとう。シンゴだ。シンゴくん、やっと来やがったか。あれはクリーニング屋のおっさんでござる。なぜ。シンゴ急げ。シンゴくん、時間がないでござる。時間はあと30秒です。大丈夫だ、間に合う。シンゴくん、みんな残り10秒。何やってんだ、早く入ってこい。5、4、3、2、1。シンゴ2だ。0。タイムオーバーですわ。ふざけんな！鍵がかかってるなんて不当だぞ！何を抜かす？この扉はこうやって開けるんだろ？そんな、いつの間に。立て付けが悪かったんでな、奴らが直してくれたんだよ。くそ、このためだったのか。これで3度目の脱獄。よってあなた方は全員退学です。聞いた？男子たち昨日だけで2回も脱獄したらしいよ。もう退学なんだよね。キモい男子がいなくなってせいせいするよ。シンゴ、
全力で戻ってきた時は所詮感動したでござる。アンズが教えてくれたからあの時間に戻ってこれたんだよ。ほう、アンズ、もはや呼び捨てにする間柄でござったか。いや、そんな、手を握ったりほっぺつねったりするくらいの仲だよ。そんなことは。でも全部罠に引っかかって仕方なくだよね。まあそうだね。ブラチラも乳首チラ見えも罠だったのかもな。でも最後は本当のことを教えてくれたんだ。だからアンズとはちゃんと分かり合えた気がしたよ。ん？さっき本気で殴らないって。乳首を見ちゃった。お前の罪は重すぎる。そうでござる。裏生徒会にはめられ乳首を見たとはいえ、逆に羨ましすぎるでござるよ。乳首を見ちゃったんなら謝るだけじゃ不十分だよ。乳首を見ちゃったんだからな。これで本当にお相手だ。男子諸君、はじめまして。はじめまして。このような形で会うことになろうとは、今日呼ばれたわけは分かっているね。お姉ちゃんが仕組んだのよ。ジオ、お前には後で話を。私、フラ生徒会室で見たんだから。 TTO、男子退学オペレーションって書いてある書類も。マリ、それは本当なの？何かの見間違いでしょう。そのようなもの見たことも聞いたこともございません。証拠がなければ弁明は認められませんよ。言いたいことがそれだけならもう行きなさい。ジオ、力になれなくてごめん。キヨシ君。ジオちゃん。裏生徒会規約にのっとり、あなた方は退学となります。そうですね、理事長。規約によればそうだ。来週の職員会議でこの件が話し合われ、最終的に理事長が退学の書類に捺印して成立となります。いつ頃捺印されるご予定でしょうか。理事長、規則は規則です。いつ捺印されますか。遅くとも再来週の末に。うわ、いや、うまくいきましたね、 DTO。 見事な采配でございました。さあ、乾杯しましょう。男子たちの退学に。チアース。さて、今回の DTO の大成功を祝しまして、僭越ながら余興を一つ。指だけを使った懸垂50回をご覧に入れます。1、2。そういえば、シンゴってなんで門限に間に合ったんでしょうね。そのことに関してはアンズを呼び出して問いただします。47、48。あと2回ですね。頑張れ副会長。あと少しですよ。49。50。失礼します。再来週末、小生たちは退学でござる。はあ、ヌレティコンテストか。え？ヌレティコンテストって T シャツ姿の女子に水をぶっかけるあれ？ああ、それが臨海学校であるらしいんだ。俺、学校に戻ってくる途中に一瞬ヌレティコンテストのことが頭よぎったんだ。それでなんだと思って横向いたら車が来てさ、あれがなかったら俺多分引かれてたよ。なんと、小生たちの思いが本当に届いていたとは、奇跡でござる。マジかよ、すげえな。奇跡ってあるんだね。シンゴに情が移って真実を話してしまうとは。あんた、親衛隊長のくせに何やってんのよ。申し訳ありません。まあいいでしょう。結果的に DTO は成功しました。あなたの責任は追及しません。そんな、私。良いと言っているのです。行きなさい。はい。ドアは閉めんでいいぞ。あの、副会長、すみませんでした。もういい、行け。いいんですか会長。彼女は DTO について知っています。男子が退学するまで監視した方が良いでしょう。なるほど、さすがは会長、そこまでお考えとは。副会長、手伝わなくていいの？大丈夫だ、これくらい一人で外せる。頑張れ副会長。あと少しですよ副会長。行き先に力が入らん。こうなったら。
奇跡は待っていても起きない。俺たちの手で起こすんだ。慎吾を事故から守ったように。確かに慎吾殿の話は奇跡的でござるが。諦められるのかよ、ヌレティコンテスト。諦めるわけねえじゃねえか。でもどうすればいいか。千代ちゃんが言ってただろう、 DTO の計画書があったって。それさえ見つけられれば。けどそれはもう処分されてるんじゃないか。それは俺 DTO ってどっかで見たぞ。